うん、先生、ちょっと時間もらうね。先生、助けてほしい。うん、実はお正月に買ったお餅が余ってるの。はじめは焼いて食べてたんだけど、同じ食べ方だと飽きてきて、このままだとお餅をしまったまま忘れそう。それは良くない。先生、何か他の食べ方を知らない？お汁粉に餅ベーコン。うん、その食べ方はまだしてなかった。美味しそう。それじゃ早速一緒に作ろう。お餅持ってきたから。ブルーアーカイブ。